ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢よ。何か考え込んでるようだが、どうしたんだ霊夢？聞いてよ魔理沙。金曜ロードショーで、もののけ姫見たんだけど。そういえばやってたな。私も見たぜ。それで、あのチート兵器が気になったの。エボシ御前が獅子神の首ちょんぱしたやつ。ああ、イシビアな。そう、それよ。で、ググってみたら、こんな画像が出てきたの。なんか、全然違わくない？ああ、それのことな。んじゃ、今日はもののけ姫に出てきたイシビアの正体について解説するぜ。ぜひ、よろしく頼むわ。ってことで、ゆっくりしていってねー。まずは、今更説明するまでもないと思うが、映画もののけ姫の作中のイシビアについてのおさらいなんだぜ。イシビアはエボシ御前が率いるタタラバのメインウェポンとして、主に敵の侍、モロやオッコと主などの土地神、そして獅子神との戦闘シーンなど、物語全般において活躍する武器だ。冒頭で、アシタカの住む恵美市の村を襲った名護の神をたたり神にしたのも、エボシが放ったイシビアの弾丸が原因だったな。そして、さっき霊夢も言った通り、物語の終盤、エボシが獅子神の首を吹き飛ばすほどの火力。まさに、チート兵器だよな。そうそう、獅子神のぶっとい首をちょんぱしちゃうの。でもその割には、アシタカが撃たれた時は、お腹を貫通しちゃうだけだったのよねー。あんま細かいことは突っ込んでやるな。いろいろあんだよ、火薬の量とか。多分な。で、作中主に活躍したのは2種類。一つは、このタイプ。主にタタラバのイシビア衆や、エボシの側近のゴンザが使うのがこのタイプだな。引き金のようなものはなく、火のついた棒を差し込んで直接点火して弾丸を発射する。もう一つはこのタイプ。さっきのイシビアをタタラバで改良したものと、作中で言われているマッチロック式のイシビアだ。マッチロック式って？いわゆる、火縄銃ってことだ。種子島を真似たわけでもなく、独自にマッチロックを開発したって話だから、タタラバの技術力はめちゃめちゃすごいんだぜ。へぇ、じゃあ、私がググって出てきたこの画像は何なのさ？こいつは、室町時代末期に日本に伝来し、イシビア、または国崩しとも呼ばれていた、フランキ砲という大砲の一種だな。え、じゃあ、これが本当のイシビアってことなのね。そういうことだ。フランキ砲は、青く錆びた見た目でわかると思うが、青銅を鋳造して作られている。上部から、チャンバーと呼ばれる、あらかじめ火薬と弾丸を装填したカートリッジを装填し、砲尾に開けられた穴から直接点火して、発射する仕組みになっている。だから、あらかじめチャンバーを複数用意しておくことで、短時間での連射が可能なんだ。ちなみに、霊夢が検索した画像のフランキ砲は、重さはわからないが、口径 9.5 センチ、全長288センチだそうだ。すべて青銅製だと考えると、エボシみたいに一人で担いでぶっ放すなんて芸当はできないぜ。へぇ、もののけ姫のイシビアとは随分違うわねー。それに時代劇とかで見る大砲と違って、随分先進的じゃない。現代の砲弾みたいに、カートリッジ式の大砲とか、もっと後になってから発明されたと思ってたわ。あれ？でも、そんな先進的な大砲が、時代劇とか大河ドラマで見ないのはなんで？一応、関ヶ原の戦いや大阪の陣なんかでも使われてたって話なんだが、よく知る大砲に比べて一般的じゃないのは、構造上の問題で、威力がいまいちだったんだ。チャンバーを後ろから装填する、いわゆる構装式になっているわけだが、本体とチャンバーの間から、発射ガスが漏れちゃって、砲の前から弾を込める、前奏式の砲に比べて、威力が劣ることになる。そんなわけで日本に伝来した時期は、前奏式の大砲より早かったはずなんだけど、後になって、鉄砲の製造技術を用いて鍛造される、鉄製の大筒や、和製大砲に置き換わっていったんだ。そういうことだったのね。とりあえず、本来のイシビアは、そのフランキ砲だってことは分かったわ。んじゃ、肝心のもののけ姫のイシビアって何だったの？もしかして、宮崎監督が想像したロマン兵器ってこと？さすがにそんなわけないぜ。もののけ姫のイシビアも実在する兵器なんだぜ。まずは、イシビア衆や、エボシの側近のゴンザが使うのがこのタイプだが、これは、中国で発明された火槍という武器だ。原型となるものは宋の時代に作られたもので、節を除いた竹に火薬を詰め、それに火をつけて敵に向け突き出して、炸裂させたり、火花を浴びせかけるってものだったんだ。へぇ、花火みたいなものね。ああ、そういう感じだな。だから、殺傷力はほぼなく、主に威嚇のために用いられたんだ。一応、殺傷力を高める手段として、金属片なんかを火薬と一緒に詰めて使用する場合もあったらしいがな。爆発音は300メートル先でも聞こえて、威嚇には十分な効果はあったというぜ。ただし、竹の節に火薬を直接詰めて点火してるもんだから、当然、使い捨てってことになる。で、これが元の時代になると改良されて、青銅製の銃身が発明され、こういう形状になる。これ、もう劇中に出てたのと一緒じゃん。だな。一応、もののけ姫のエボシ御前の設定では、
自分を囲ってた倭寇の統領を殺害して、倭寇を離脱する際、明国から最新兵器のエシビアの技術を日本に持ち帰ってきたっていう、設定になっているってことだから、実際にエボシが持ち帰ってきたのは、こういう感じのものだったと思うぜ。ちょっとフォルムが洗練された感じがするわね。ちなみに、この仮想がヨーロッパに渡り、ハンドキャノンと呼ばれ、火縄銃に進化していくこととなる。それじゃあ、エボシ御前が獅子神を首ちょんぱしたエシビアは、やっぱり火縄銃ってこと？さっきも話したが劇中では、民から持ち帰った仮想を、タタラバで改良して作ったことになっている。だから、ヨーロッパで開発され、種ヶ島に持ち込まれた火縄銃とは、来歴は異なることになる。だが、その形状や、マッチロックの仕組みなどから、火縄銃の一種と見るのが正しいと思うぜ。だが、テレビや映画でよく見る普通の火縄銃なのかというと、そうでもないんだ。うん、どういうこと？威力がおかしくないか？常識的に考えて、現代の強力な重火器を使っても、鹿の首をちょんぱするなんて、ちょっと難しいと思うぜ。確かに言われてみたらそうよねー。でも、そこはファンタジーなんじゃないの？まあ、確かに獅子神はデイダラボッチへの変身中に撃たれちゃったから、何か、不思議現象が起こって、首ちょんぱしちゃったとも考えられなくもないが、エボシ御前のエシビアが、それほどまでに強力な威力があってもおかしくない理由もあるんだ。これを見てくれ。これは、アシタカがたたり神となった名護の神の体内から、取り出されたエシビアの弾丸を、エボシに見せるシーンだ。あんまり意識して見たことはなかったけど、結構大きいわね。ああ、見たところ、ピンポン玉と同じくらいか、少し小さいぐらいだな。一般的なピンポン玉の直径は4センチなんだが、火縄銃の弾丸だと、50門目の弾丸の直径が、約 3.3 センチぐらいなんだ。そう考えると、エシビアの弾丸のサイズは、少なく見積もっても50門目以上はあると思われる。門目って言われても、何の単位なのかもわかんないんだけど。門目というのは重さの単位だぜ。1門目は 3.75g だ。5円玉がちょうど1門目だな。そうすると、50門目ってことは、187.5g ってことね。そういうことだ。通常の足軽が使うのが、6門目程度の弾丸を使用する、銃筒と呼ばれるサイズの火縄銃なんだが、それに比べると、かなりでかいんだぜ。ちなみに単純に比較できるものではないが、人体を溶断できるほどの威力があると言われる対物ライフル、バレット M82 の弾丸の弾頭の重さが、52g だ。もちろん、火薬や銃の性能の違いは、現代の銃器とは比べ物にならないとしても、50門目の弾丸の破壊力のヤバさは、想像つくよな。名称としては、20門目を超える弾丸を撃てる火縄銃は、大鉄砲と呼ばれるものになる。ということは、エボシ御前のエシビアは、正確には大鉄砲と呼ぶのが正解ということね。そういうことになるな。だが実は、エボシの持つ大鉄砲を、エシビアと呼ぶこと自体は、あながち間違いってことでもないんだ。何それ、どういうこと？言ってることが矛盾してるわよ。実のところ、エボシが使ったような大鉄砲や、こういった大筒、フランキホーこと、エシビア。これらの定義が明確に区別されているわけじゃないんだ。だからしばしば、用語が混用されることがある。おそらくなんだが、それをわかっていて、宮崎監督は、もののけ姫の作中に出てくる重火器全般を、エシビアと呼称したんだと思うんだぜ。へえ、なるほどねー。なんか納得したわ。と、まあ解説は以上になるぜ。どうだった霊夢？そうねー。よく見る時代劇や大河ドラマには出てこない、フランキホーとか仮想とか興味深かったわ。それに、そういうものをうまく融合して、エシビアっていう、リアリティのあるチート兵器として、物語に組み込んだ宮崎監督は、さすがだと思うわ。だな。なんか、エシビアの話を聞いてたら、私もハンティングしたくなってきたわ。おいおい、もののけ姫見てハンティングしたくなるとか、どういう神経してんだよ。普通は逆なんだがな。まさかこれから狩猟免許取りに行くとか言い出すなよな。何言ってんのさ、マリサ。そんな面倒なことするわけないじゃない。ゲームに決まってるでしょ。ああ、そっちな。それなら私も付き合うぜ。ってことで、映画もののけ姫や、ジブリ作品に何か思い入れのある方、または、宮崎アニメの最強チート兵器といえば、プロトンビームだよなって方は、何か一言、コメント欄に書いていってくれると嬉しいぜ。それと、この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価なんかもお願いします。ではまた次回も、ゆっくりしていってねー。